にゃんせよ、うんちゃん TV、イエーイ、うんちゃん。みよ、まい、意味だうわうんちゃん少女出たこれあった、うん、これしようとして舞が降りてきようとしたからいやってなんか変えようと思ったけど無理やったからこうなった逃げられへんかったもん戻ってもうかもじゃあ今日ねエゴギのボタツ見たからいっぱいね、お腹空いてると思います。すごいよ、もうね、ほんまにほんまにすごい。カメラには多分拾われてないけど、よっこでもグー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 言ってたんですよさっき感想言ってる間ずっとなってたからね、この3人でまたご飯食べるのは僕の誕生日食卓以来になるんですけど、うん、その前、その時に食べたやつはまゆさんの豚肉料理の続きでそのままデジカイビチンだったんですよね。今日も豚肉料理です。おーやったー。僕どっかのタイミングでね、もう豚ネタ切れって言ったんですけど、うん、なんかまだまだ出てきてるんですよ。おお、それはコメント、おんちゃんなんか調べで降りてきた。おお、すごい違う感じの豚肉料理になります。今日食べる料理の名前はオサンブーゴギーでございます。ブルコギはわーってなったけど、その前におさん来たからおさんおさんおさんさんさん違うな、絶対違うな。三玉さんのさんな、そうです。おーおうん、食い声はしてますよね、うん、はい、まあコンちゃん TV でも何回もやったし、はい、うん、好きです。で、三玉さんしてますよね、うん、はい、おはおじいもです。わー、なるほどおお、嫁はイカ。うわイカ、サムキョプサブルコギ、うん、盛りすぎちゃう贅沢すぎるよねびっくりしたまず聞きたいんですけど、マイさんイカは大丈夫ですか？大好きです。およかった、はい、それが唯一の懸念点でした。お寿司もイカ絶対食べます。おお、じゃあもう絶対好きです、はい、これ韓国で有名です。おさんぶりこぎって言ったらまあ大体知ってますね。聞いたことないのにすごい、まだまだあった。本当にもう想像した通りに三玉菜とイカが混ざってます。最高やん今私の想像の中にできてる料理最高やんってどんな料理かわからんけどだってイカとサムギョプサルの肉が入ってるプルコギやろ、うん、美味しいプラス僕、まあ、久々イカも食べたいしで、ね、これはチョイスしました。なるほどなじゃあなので今日はおサンプルコギ食べたいと思いますんで、さあ今からチョイスしていきます。お願いします。キムチと、こんだけ掛け声あったのに。いやー、最高。ちょっと寂しいやん。
ああいうとこさすがすぎる。正直匂いあった時点でもう来たと思ったもん、ね、テンション爆上げやった。じゃあ、お、鍋なん、え、皿じゃないんよ、うん、はい、これがオーサンブルーブルーです。やばー、美味しそう。ビジュアルいく、すごい、うわー、やばー、お、しっかり海鮮の匂いする。そう、ほんま、え、マジで、うん、まやすごい海鮮の匂いする、うん、するんや、する、うん、はい、来ました、はい、これがオーサンブリゴギですね。美味しそう、最高やん。もう見てもらってる通りに、サンギョプサイとおじごがね、うん、一緒になってるっていう感じですね。ミオが頭の中で描いたビジュアル、こんなイメージは茶色やった、そこまで赤くなかった。なるほどね、うん、そしてこのタレが多いのは、うん、まあレシピによる、うん、全然マジで焼きみたいな感じのやつもある、うん、なるほどね、うん、これはちょっとタレ多めかな、うん、ね、もう食べましょうか。いやちゃんとね、どっちも食べてほしいんで、皿の感じが面白いからすいません、じゃあもう食べましょう。ジャムクスミだ、ジャムクスミだ、ジャムクスミだ、はい、どうぞまずは青、おう、おじんご、おじんご、いただきます。こちら食べてください。うん、うん、きた、うん、おいしい、なんか飲み込みましたね、うん、うん、どっち、めっちゃおいしい、うん、でも思ってたのとはちょっと違うかった。おお、完全にうんちゃんの誕生日の時に食べたプルコギのイカ追加バージョンぐらいで考えてたから、あ、だから全然違うけどめちゃくちゃおいしい、うん、なるほど、本当にさっき言ってた焼き物みたいな感じだと思ってた、うんうんうん、そう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 、でも茹でてるって感じ、うんうん、プリプリしてる、うんうん、そうそう、プリプリしてるんだな、うんうん、おいしすぎる、うん、うん、うん、うまい。来た。来たわ。やっぱりこのタレ、ご飯にかけて食べたり、うん、なんならね、これ食べ終わった後にここにご飯塗って吸ったりするんですよ。で、あれやろ、ごま油やろ。あとあれ、キムカル。豚肉もめっちゃ美味しかった、今食べたら。うんうん、油がジュワーってして、本当に美味しい。一緒に。サンギョプサルのこの肉、うん、結構ええ肉なんですよ、うん、めっちゃうまい、これめっちゃうまい、うん、肉自体がめっちゃうまい、うん、もうめっちゃ美味しいもん、うん、効いてる、うん、え、美味しい、うん、ご飯と結構ね、合いますよね、うんうんうん、うわ、スープも食べよう、うん、ぜひ先に食べちゃった、うん、本当に美味しい、うん、美味しい、うん、うん、しか言わんやもうなんかもう安定になってきたね、うん、本当に本当にこれお豆さん入ってんの、お、これデンジャンとサンジャンを混ぜてるんですよ、なのでどっちかにもうそのまま入ってるって感じです。あ、そうなんだ、うん、味噌の中にね、そうそうそう、そういうことやな、別で入れたわけではないですね、うんうんうん、これはご飯ともやっぱり横食べるんですけど、うん、そうね、これともね、横食べるんですよね、うん、でも一生ご飯進むけどな、これデンジャンもやし、まあね、デンジャンチゲもやしこれだとどのお酒を飲むの、まあ、ソースですね、これとビールは、うん、どうやろう、どれぐらいの割合でおるんかな、これとビール飲む人はほんまにビール好きやろなって感じする、そやな全然遠慮せずに食べてくださいね、はい、はい、このタレも余すことなく食べたお、じゃあマジで最後、うん、したいしたい、いいと思いますよ、うん、うん、いっちゃいましょう、うん、うん、これは家庭料理ではない最初はどっかでこれを発明したらしいんですよ、うんうん、そこがバズって、まあ、広まったって感じ、うん、全然店でも売ってるし家でもねこうやって簡単に作れるんで家でも結構食べますね、うん、僕はもうほんまに久々これが食えてるだけでもう満足ですイカうめえな、プリプリ具合がもう最高やもん、うん、一回茹でたん、うん、うん、そのまま直で焼いた、で韓国やったら実はこの太さよりもっと太かったりしますね、でも一匹丸々のやつを買えなかったんですよ今回、なのでもうすでに切られてるやつ買ったからこんな感じですね、あれ買えたらもっとしっかり入れて
ってきたんですけど、ちょっとそれがだね。へえ。ちょっと俺これ3人の分量見かけたな。正直これの2倍とか食えたでしょ。あったら食べてた。でもうんちゃんが締めつぶってくれるって。イエーイ。うまい。うまいな。最近全然イカ食ってなかったから。うん、韓国イカめっちゃ食うんすよ。ねえ。韓国行った時は結構な頻度で食べてたんですけど、こっち来てからあんまり食べる機会なくて。だから今めっちゃ嬉しい。まえさんは普段イカはどんな料理が多いですか。やっぱりお寿司屋さん行ったらお寿司で食べるのと、イカそうめん好きやけど、でもやっぱりわざわざ買ったりはせへんかな。イカそうめんって刺身。うん、へー、そうめんみたいな、かめっちゃ薄く切って細く切ったやつ。それでちっちゃい頃はよく食べてました。へー。私も生がそこまであれやから得意じゃない。うん、バター醤油とか、もうイカ単品のバター醤油とか。うわ、うまそう。もはや当てやな、それ当て。うん、ちゃんと全然に肉が入ってる、ミンチ。これも迷ってん、どういう肉にしようかなっていうのミンチにしました。全然どれ入れても美味しいもん。まあね。てかこれあれやな、冷めたら冷めたでめちゃくちゃ美味しいな。冷めても美味しい料理ってマジで、いいね、何しても美味しいもん。これは結構簡単、めちゃくちゃ簡単。メニューに入った。そういうことか。うんちゃんの口から簡単って言われたらもうメニューにピローンって入る。イカと豚肉買ったらすぐいける。え、それ以外でいうと玉ねぎとネギ。そうですね、あとシシトと人参ちょっと入れました。うん、なんか今回1個のレシピじゃなくてうまそうなレシピ2個3個ぐらい混ぜたって感じなんですよ。だからちょっとタレが多くなったかもしれない。なるほどね。うわ、ご飯おかわりした。見て、俺も。みんな一口ずつ残してこれでまず取ってるやつ食べて次待つって感じですね。行けますか。お、うん、行きましょう。やばすぎ、うん、ボクンバッパー、やばー、嬉しすぎる。何これ、めっちゃいい匂い。はい、僕ね、元ユガネの店員さんなんで。おー、ちょっと待って、え、わかりますか。わかんない。タッカルビ屋さんで。あ、そうなんや。バイトしてました。そこでね、これやるんですよ。わー、そうなんや。じゃあ本家の。本家じゃない、本家ではない。おー、なんか別料理みたいな感じ。ジャム系セミナー待ってるじゃないですか。確かに。間違った。はい、もう食べてください。いただきます。美味しい。そりゃ美味しい。分かってたもん。美味しい。うまいわ。うん、まうますぎる。もう絶妙やん。やっぱりね、こういうタレ多めのレシピであれば全然これもいいですね。あれですね、うんちゃんの神の一声でこれがどうして本当に最高です。もしタレが少なめのレシピであれば言わなかったかもしれないですけど、あのタレの量はもうボクンバッでしょ。あとさっきも言おうとしたんですけど、食感もいいですよね。うん、わかる。そう、ボクンバにしてもやっぱりソジュが合うの。でも僕やったらそうですね。うん、私もかな。これこんなうまかったらこれまたフルメンバーでもやってもいいかもしれんな。私は大歓迎。邪魔が済んだ、邪魔が済んだ、邪魔が済むいな。うまかった、やばかった、美味しかった。もう満足ですよ、本当に。僕もさっき見ましたけど久々食べれたんで、それがまず満足です。イカってこんな美味しかったんやっていう。美味しいよね。もう再確認できた。マイさんもね、赤いかどうかわからなかったっていうね。そう、赤くてびっくりして。から辛いイカも美味しいです。そっか、もう日本では辛いイカないっすね。もはや韓国はもうイカの料理って言ったらこっち系が多いですね。辛めで炒める系が多い。がイカだけまず茹でておいて、それを醤ちゃんにつけて。ああ、そうなんや。はい、名前だけ聞いたら正直豪華すぎると思ったのもそうやし、合うんやぐらい思ってたけど、合うな。あの
これが思い出せたんで、まだまだお便りなんかあるかなと思いますんでね、次回も思い出せたらこの豚肉料理がまた何かしら出てきたらそれを食べましょう。もし何もなかったらまた変わるかもしれないです。逆にこれを見て五六社さんコメントとかでも新たなやつが出るかもしれないし、ね、かもしれない。でもなんか俺お願いするのもちょっと申し訳なくなってきた。あそうやっぱりね、読んでできないやつが結構あるから、うん、言わせるだけ言わしてやらんのかいになっちゃうもんね。そうなんだよね。まあまあでもできる限り頑張ってまた作っていきますんで、ありがとうございます。じゃあイボヨンさん、ヨギカジゴヨ、ジョヒヌンとタウヨンさんへそペットのあげ寿司だ。はい、ハナルーセ姿勢を。すごいキムチ、誰も助けてない。なんか一瞬辛くないかなとかもちょっと思ったもん。フルコンビが。あ、これがあるから。うん、うん、これは日本人的考え方やね。やる。観光全然キムチチゲにキムチボックマン食べながらキムチ食べるんですよ。